っと今よし。で、ちょっと待ってくださいね。送信、シェア、シェア。X に。メリー。あ、マリーになっちゃった。メリー、クリスマス。はい。行ったかな？あ、すごいギフトがたくさんありがとうございます。ハートありがとうございます。雪だるまありがとうございます。プレゼントボックスありがとうございます。雪の化粧ありがとうございます。ラブレターありがとうございます。虹色の星ありがとうございます。プレゼントボックス、ハート、雪の化粧ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで皆さんどうもこんばんは。林美玲です。やっほー、来たよー、ありがとうございます。今日はちょっとね、1時間前くらいに配信予定を入れて始めて、ちょっと結構急で申し訳ないんですけど、今日はクリスマス配信ということで、すごい背景も、あ、福原さんありがとうございます。龍騎師匠とハートありがとうございます。そう、背景もすごい可愛くて、この配信のね、ショールームの、ね、可愛い、めちゃくちゃ、あ、ちょっとタワーちょっと待ってくださいね。タワーいただいちゃった。あれ、タワーここに置いてたのに、あれ置いてたのに、ここに、え、あれ置いてたのに、ここに、あら、あれタワーがない。ちょっと待ってください。タワーがないから、タワーがないから、もしかしてこれは伝説のあれが来る。ありがとうございます。ちょっと待って、タワーないかな、本当にない。ちょっと待ってくださいね。いやでもな、タワーないね。ない。あれ、なんで？さっき置いてたのに、ここに。あれ、おかしいの。ちょっとない、ちょっとないので、ありがとうダンスします、とりあえず。いきますよ。この前もこれで、公演の時にやった時に、タワーなくて、ありがとうダンスになっちゃった。ありがとう、ありがとう。クリスマスバージョンでいきます。せーの、シャン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 、ありがとう、ありがとう、ぐる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 、メリークリスマス、ありがとうございます。ありがとうです、ありがとうございます。ちょっと目が痛い、よいしょ。ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうです。ごめんなさい、クリスマスバージョンでちょっと今日やらせていただいたので、次は絶対に、もう次は絶対にちゃんとね、折り紙のタワーをちゃんと出しますので、ごめんなさい、今日もありがとうでちょっと許してください。ありがとうございます。虹色の星ボックス、お手紙ありがとうございます。ハートありがとうございます。ありがとう、ボックスかわいい。待って、大きい、あ、なんか巨大タワーも来た。どうすればいいかな、巨大タワーってことは、ちょっと振りを大きくします。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。クリスマスバージョンでシャンシャンシャン、ありがとう、ぐる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 、メリークリスマス、はい、ありがとう、ありがとうございます。なんかごめんなさい。ありがとうです、とっても。ありがとうございます、ありがとうございます。雪の結晶もかわいい、ありがとうございます。プレゼントボックスありがとうございます、ありがとうございます。あ、プレゼントボックス、ハートありがとうございます。
サンタさんは来てないです。来てないです。おかしいな、やっぱもう中さんだからかな。結婚して、じゃあ次のクリスマスで来世のクリスマスで結婚しましょう。プレゼントボックスありがとうございます。プレゼントボックスありがとうございます。初見さんありがとうございます。あ、待って、またドア、ちょっと待って。じゃあ今度トナカイの角タワーしますね。せーの、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。あ、見て、これでもタワーできる。ありがとう、ちゃんちゃんちゃん、ありがとうです。ありがとうございます、嬉しい。すごい華やかになってとっても嬉しい。ありがとうございます、ありがとう。クリスマスバージョン、はい。ということでね、今日はね、何をしようかなって考えて、なんか去年はね、あのケーキ作ったりとかして、あのサンタでさんでケーキ作ったりとかしたんですけど、まあ、今年はちょっと、まあ、ケーキの気持ちもあったんですけど、まあ、ちょっとうーんってなってうーんってなって、で今年は普通にいっぱいね、歌を歌っていこうかなって思います。歌をいっぱいちょっと歌って。プレゼントありがとうございます。そう、ちょっとね、ミニカラオケみたい、ミニカラオケ大会みたいな感じで、そうやっていこうかなって思うんですけど、そう、タワーありがとう、あ、タワーじゃない、あのプレゼントボックスありがとうございます。あ、クリスマス衣装に釣られて見に行きました、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ歌う、歌うので見てください。で、そうで、そうなんですよ、クリスマス、あ、ボックスとハートありがとうございます。結婚して、じゃあ来世のクリスマスでしましょう。はい、ということで、あの歌をね、そう、クリスマスの歌とかいっぱい歌えたらいいなと思ってたんですけど、そう思ったんですよ。でそれで調べてみたんです、クリスマスの歌で。もともとこのカラオケで、あのショールームは、あの48グループさんのね、曲しかダメなの でそれで思って調べてみたんですけど、なんか私が知ってる曲がほとんどなくて、であんたとクリスマスイブって曲もクリスマスイブじゃんと思って、昨日じゃんってなっちゃって、クリスマスの曲がないみたいな感じになっちゃって、ちょっと私の知ってるってことで、ちょっとクリスマスの曲じゃないけど、ちょっとカラオケ大会をしていきます。ごめんなさい。結婚して、来世かける50でしましょう。ハートありがとうございます。あ、また結婚して、結婚して、うん、じゃあ、うーん、35世紀くらいでしましょう。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、昨日誕生日でした。あ、おめでとうございます。すごい、24日に誕生日、幸せ、素敵、おめでとうございます。ケーキ2個食べられますね食べられますね。あ、結婚して、うーん、じゃあ前世で終わってる。結婚して、うーん、じゃあ、サンタクロースになって来てください。来て、そしたら結婚します。ちゃんとサンタクロースになってくださいどういうこと。結婚して、あ、そこも結婚してがいっぱい来るので、皆さんぜひね、あの来世くらいでしましょう。はい、ハートありがとうございます。ということで、カラオケしていきたいと思います。イエーイ、今日はあのカラオケ大会なので、皆さんいっぱいね、ミレイちゃんカラオケ大会してるってよって言ってくださいじゃあ、ってことでしたいと思います。皆さん、クリスマス何かしましたか？あ、虹色の星、音符ありがとうございます。音符ありがとうございます。あ、クリスマスマーケットいいです。ね、私も行きました。いいですよね、クリスマスマーケット、いいな。でもクリスマスマーケットをクリスマス当日に行けるの羨ましいな。あ、レターありがとうございます。え、画質がゆめち、え、どうかな、大丈夫かな。あ、そう
そうなんです、クリスマスマーケットで、そう、クマさんと行ったんですよ、この前に。絶対当日なんてめっちゃ混んでますよね。ね。で、皆さん何歌ってほしいですか、一発目。プレゼントボックスありがとうございます。結構ね、なんか1曲目って大事じゃないですか。大体ね、これ歌おうかなってのは決めてるんですけど、1曲目って何がいいかなと思って。おお、12月のカンガルー、確かにいい。ああ、確かに。あ、ココフラすごい人気、ありがとうございます。ココフラもね、ちょっと後で歌おうかな。でもね、あれ難しいんですよ、一人で歌うのね。そう、ハートありがとうございます。ね、確かに12巻で最初こうかな、なんか明け、なんかスタートみたいな感じがしていいから。 どうしようかな。12巻、やっぱこの時期はすごいコンサートでもね、12巻を歌うことが多くて、皆さんいっぱい12巻聴いてると思うんですけど、林美玲バージョンはなかなかね、ショールームでもあんま歌わないからな、12月とか。そもそも12月にしかとりあえず歌わないから、ショールームでは。そう、よし、じゃあ1曲目は12巻でいきたいと思います。よし、久しぶりに歌うから緊張する。大丈夫ですかね。あれ、ちょっと待ってください。あれ、なんで消えたんだろう。ちょっともう一回いきますね。あれ、怖い、止まった。怖い、ちょっと待ってくださいね。ちょっともう一回いきます、最初から。怖っ、めっちゃ急に止まった、びっくりした。怖い。ちょっともう一回最初からいきます、仕切り直して。怖い、びっくりした。めっちゃ止まっちゃう。ぐるしてる？ぐるぐるしてる？ぐるぐるしてる？
なんか止まること多いですね、配信なんかめっちゃあんま気にせずに、ありがとうございます。うんうん、何歌おうかな。あ、なんかそうなんです。そういえばそう、なんか結構新しく入った曲が多くて、あのショールームに、それとか歌いたいなって思います。でもなんか全体曲って難しいですね。ユニットとかは結構やっぱそういう なんていうんですか少人数で歌うからいいけど、やっぱり全体曲はみんなで歌う曲になるとやっぱり歌うのが難しい、すごい息継ぎが。はい、じゃあ次はこれはちょっと自信がないというか、ワンハーフしかやったことがないので、ちょっと一番だけでいくんですけど、この曲すごい冬っぽくて好きなのでこれ歌いたいと思います。ということでシャラララカレンダーでした。ありがとうございました。ちょっと止まりました、めっちゃ。大丈夫かな、これ止まってないか、止まってないですかね、大丈夫か。なんか絶対に止まってそう、止まってるかな。あ、止まっちゃった。ごめん、まあ、ちょうど一番歌い切れたからよかった。ありがとうございます、シャラララカレンダーでした。止まっちゃった、怖い。よかった、すぐ動き出して。あ、怖っ。あ、入り口とかね、歌いたかったんですけど入ってなかったんですよ。そう、あ、これもいいな、これも冬だから後で歌おうかな。はい、ということでありがとうございます。ねえ、ごめんなさい。皆さん次何かいいなとかありますか？コメントで、私が決めてる中でコメント入れたやつがあったらそれにしようかな。
えー、また止まった、え、怖い怖い怖い、頑張れ、あ、はっはっ、それそれそれ、いい、いい、めちゃいいの、いいの、よし、ちょっとこれを歌いたいと思います。あ、天使の尻尾とか歌いたいんですけど、カラオケになくって、そうなんですよ、悔しい悔しい、天使の尻尾歌いたかった。じゃあ次いきます、3曲目。もしこの世界かな、公共が消えたな、争うことなんか、あれ、あ、また消えた、ね、音おかしいと思ったらまた消えた、ちょっと待ってください、消えた、怖い、もうやだやだ、怖い、ちょっとひどいですね、ちょっと待ってください、ひどいですね、これはちょっとどうしよう、これあれなのかな、 Wi-Fi にしない方がいいのかな、一回 Wi-Fi 消してみます、一回 Wi-Fi 消してやってみますね、ちょっと、これでいけるかな、めっちゃ今音ずれもしてた、すごいびっくりした、もしこの世界から公共が消えたら、争うことなんかなくなるのに、ララ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 ラ奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられる、もしこの世界から東京が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのなの、そうただ一つの地球の上、日は沈みまた昇る、希望はいつでも僕らの頭上に平等に降り注ぐ、日向も日陰も儚く、誰のものか決められないだろう、笑顔も涙も独り占めなんかできないよ、もしこの世界かな、東京が消えたな、多分困る人がいるんだろうな、この線のここから入ってくるのなよと、空手に旗を立て通り数えきれないくらいの花が一面に咲いていれば、みんなの地元がどこなんて気づかない、幸せを分けてあげよう、もしこの世界から公共が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのなの、そうただ一つの地球の上、もしこの世界から
公共が消えたら争うことなんかなくなるのに見えない線ばかり勝手に引いたって僕たちは自由を諦めない美しいその花ずっと守りたいよということで花は誰のものでした。ちょっとですね、私この曲大好きでずっと聴いてるんですけど、なんか2番の歌詞も絶対歌えると思ったらちょっと2番の歌詞は歌えませんでした、ごめんなさい。でもどうしてもね最後の D メロからも歌いたいと思って歌えるかなと思ったらちょっとすみませんでした、2番が歌えなかった。そう、この前ジョンフェスでねワンハーフ花は誰のものね披露させていただいて、チーム E で、はい、すごく素敵な曲だなと思ってそこから大好きになったのでちょっと歌わせていただきました。ありがとうございます。はい、ちょっとねちゃんとね、そう歌っちゃった、えへ好きで歌っちゃった、えへへ。でね、そう入ったんですよ公演曲が。そう、公演曲が入ったのでちょっと公演曲もねちょっと歌っていこうかなって思って、すごい好きな曲があるので、いや好きな曲というかやっぱチーム E なんで、はいあ、でもあれですよ、1曲しか表題曲しか入んないです、公演の星の雫は入んなかった、くー歌いたかったな。じゃあいきます。声出していこうぜ叶えたいから、めっちゃ大声で叫ぶんだ We are Team E、 行くよ、女の子はおしとやかがいいとかマジ時代錯誤、ワイ念のためもじもじしてみるとか、なんそれ時間の無駄、あの頃がよかったと誰かは言うけれど、私はね誇れるよ、でも今日が最高だもん、新しいこと大好きなの、可能性ゼロでもやってきゃ分かんないでしょ、はい、向こう水な未来設計、笑わねるような夢とかもう胸にしまわない言霊バンバン、誰かと同じことしててもつまんない、てるくい打たれるならガンガン打たれろ、負ければ負けるほど一打は強くなる We Stone Go 3 SK、 声出していこうぜ全部伝えるよ、言わなくてもわかるなんてこと一つもない、声出していこうぜ君も聞かせて、だって一緒に夢の先へ駆け抜けたい、
ありがとうございました。チームイーということで声出していこうぜでした。これ一人で歌うの難しい。ちょっと休憩したいので、休憩というか一人のみんなで歌う曲大変なので、ちょっと一人の曲を歌いたいと思います。ちょっと大変ですね、一人の曲って。あ、二人の曲を歌いたいと思います。でも大変だ大変だ、ちょっと音割れしてたらごめんなさい、めっちゃじゃあ次ちょっとこれは静かに歌いますね。ちょっとじゃあ今度は次はどんどん歌ってきますから、皆さんライブみたいについてってくださいね。さよならでした。これはもう本当に大好きな曲でして、超大好きです。そしてね、タワーが届いてたということで、ちょっとありがとうダンス、押したいと思います。いきます、せーの、ありがとうありがとうメリークリスマス、ありがとう We wish you a merry Christmas、 ありがとうありがとうありがとうということで、ありがとうございます。ありがとうございました、タワー嬉しい、ありがとうございます。すごいいっぱい華やかになって、クマさんね嬉しい、ありがとうございます。よし、青天望のサンタクロースがカラオケの1位に今なってて、めちゃくちゃ歌いたい気持ち歌いたい。うわ、これ歌いたい。でもこれちょっとな、一人で歌えるかな、ちょっと好きだからな、すごい歌います、これを。
細い雨が金色の土壌を下ろすように幕を閉じた。それが私の初恋。待ち伏せした二つ目の路地、声もかけられないまま下を向いたら、アジサイも泣いていた。こんなに会いたくても、こんなに好きでも、目の前を通り過ぎていく。それでもこうしてあなたを見ている、この場所かな。こんなに会いたくても、こんなに好きでも、振り向いてさえもくれない。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙、一人きりで歩き出した。切なさが残る道、心の中迷い込んだ。誰も死なない愛しさ。雨が過ぎなこの紫陽花は、晴れた日には目を閉じて、遠い雨雲思ってるのでしょうか。こんなに悲しくても、こんなにダメでも、忘れないわ。どんなに悲しくても、どんなにダメでも、いつの日か思い出すでしょ。私の願いが叶わなくたって、輝き続ける、でもでもの恋よ。こんなに会いたくても、こんなに好きでも、目の前を通り過ぎていく。それでもこうしてあなたを見ている、この場所かな。こんなに会いたくても、こんなに好きでも、振り向いてさえもくれない。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにも、この曲大好きで、もう超大好きで、もう本当大好きなんですけど、この曲はちょっと難しいですね。2人で、1人で歌うの本当に息切れして死ぬので大変だけど、すごく歌いたかったので歌いました。じゃあね、ちょっとこれは1番の曲歌いたいんですけど、歌わせていただきます。ちょっと冬っぽい曲やっぱ歌いたいっていうのがあるので、ちょっとね、冬っぽく歌わせていただきます。冬っぽく歌わせていただきます。辛くなると知った。だから目をそらし、嘘は全て聞き流すの。見慣れた橋が記憶より長くて、我慢してたのに涙が明るいのだろう、夜空いっぱい。
よし。ということで、なんて銀河は明るいのだろうでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとお水休憩します。すごいね、あの曲中にたくさんギフトがすごいたくさんくださって、本当ありがとうございます。とっても嬉しいですし、すごい華やかになってすごい嬉しいです。ありがとうございます。どうですかここまで皆さん。なんか今度はちょっとコメント見て多いやつにしてみようかな。でも歌えなかったらやだな私が決めてる中でどれにしようかな。あー、奇跡の流線が入ってないんですよ。そう、入ってない曲多くてですね。そう、あ、楽しい、嬉しい、ありがとうございます。ここからね、ここからちょっとね、あの元気になってきたら歌います。喉が温まってきたら、もうちょっとなんか、あれね、めっちゃ大変。あーあー、ある、じゃあこれちょっとそういうなんかちょっと冬っぽくて好きだからこれ歌おうかな。冬っぽくはないけど、あ、え、待っていい、あ、待って、入ってない、入ってる、待って、入ってるかも、え、いや入ってない気がする。入ってないですよね。そうですね。ちょっと待ってくださいね。おー、ほいほいほい。これちょっと歌ってみたいかな。一番だけ。訪れしてませんでした。そんなことないですか。ありがとうございます。抱きしめられたらでした。あの A メロがめっちゃ訪れしてた、聞こえてた、大丈夫かな。ありがとうございました。ちょっとこれはこの前のチームコンサートですごい好きになった曲です。ありがとうございます。あ、本当ですか、よかったよかった。ちょっと色味つけなきゃ、やっぱあれかな、色味つけるとなんか聞こえにくいしな、どうしようかなって感じなんですけど、ありがとうございます。すごい好きな曲ですね。
じゃあこう大人っぽい歌を歌ったので、こんな可愛い曲でいきたいと思います。あ、そうそう、抱きしめられた、そうなんですよ、1位の曲です。じゃあ、あ、待って、クリスマスタワーありがとうございます、ありがとうございます、クリスマスツリーありがとうございます、タワーもありがとうございます、ありがたわ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 ありがとうございます、嬉しい、もう賑やかになって嬉しい。じゃあ可愛い曲を歌います。ということでありがとうございました。フィンランドミラクルでした。この曲もすごい好きなんですよね、可愛い曲ですよね。あー、そういえばこの前ね、 We are growing up が終わって、すごく歌曲としてこれ好きだったので、これ歌おうかな。ちょっと冬っぽくて好きだし、ということでね、じゃあ次これを歌いたいと思います。聴いてください。風に揺れて黄金の波が寄せる、いつもの帰り道に季節はめぐる、羽織ったカーディガンだけじゃちょっと肌寒くなったね、来年のことなのに卒業を近づいてきた、今君といられること、そばにいられること、どれだけ大事な日々か、ああ、君のそのすべてを僕は覚えていたい、輝いてるこの時、初雪が降る、どんなに好きでいたって別れはやってくるんだね、僕たちが自転車をゆっくり漕いだとしても、今君といられること、そばにいられること、
が咲くその日まで、今君といられること、そばにいられること、どれだけ大事な日々か。ああ、君のその全てを僕は覚えていたい。輝いてるこの時、今二人見つめ合って、何も言わなくても心が通じているよ。ああ、同じ道歩いた君と僕の季節は、振り返れば眩しい。輝いてるこの時、君といられることでした。ありがとうございます。皆さん、ちょっと一つだけいいですか？あの、時間今何時か教えてくださいコメントでありがとうございます。はい、ということで、ちょっとお水飲みます。ありがとうございます。あと1時間くらいあるかな。じゃあ、よし、じゃあですね、次は何言うと、ちょっと考えよう。どうしようかな。街はイルミネーション、恋人たちは寄り添って、街行く人はみんなきらめいて、冬を走る何歳になったって、今日だけは特別、カラフルサラダグラタン。どうしよう、うわいいな、これも君のスペシャルメニュー。ベイビー、仕事今日は忘れて、そばスケットのチキン、大きいホールケーキ。あー、カップリング歌おうかな。そうね、じゃあカップリングも歌おうかな、後で。じゃあこれの次に歌おうかな。ちょっとこの絵もね、歌いたくて、これも歌っていいですか？Love you, love you. 弱虫時計を止めて、
つま先背伸びをして大人になれない私 Love you, love you, love you。 人混み何回も振り向いてあなたが追いついてくれそうで絶え間なく粉雪前を塞ぎ歩道を歩きながらいつしか思い出に凍えそう降り止まぬ粉雪夜の空を斜めに見上げてたらもう頬が濡れてきた。歩き出した時間に悔いないけどなぜ泣けるのだろでした。ありがとうございます。この曲も本当冬にぴったり大好きです。この曲もねいい曲ですね。では続いて重かった君のカップリングですね。いいですよね君のカップリングです。これこの前ね初めてねあの嬉しいことに衣装で披露させていただいてコンサートでもう念願が叶いましたのでこの曲を嬉しい気持ちで歌いたいと思います。誰から見ても別世界の人だったよ。頭固くて冗談通じない付き合うなんて絶対ありえないって偶然あったゲーセンで一人きり熱くなって太鼓を叩いてた。楽しんでるのつまらない優等生
ということで君のカップリングウィズでした。ありがとうございます。大好きこの曲も。なんか好きな曲多いな。あ、そうだ、あれもいいな。ちょっと AKB48 さんのね曲なんですけど、あ、あれ入ってなかったっけ。あれ、いや、そんなことない気がする。ないか、ないのか。ないんだ。そうなの。なかったのでちょっとやめます。よいしょ、何にしようかな。うん、あ、いやー、そうか、何にしようかな。じゃあ AKB さんつながりで歌っていこう。でもちょっとな、ですね、あった。あ、いや、これ、違う、これじゃない、これじゃない。あった。ということで365日の紙飛行機でした。ありがとうございます。この曲も一曲ですよね、好きな曲。いい曲。よし、ということで次はもうこれもう大盛り上がりですよ。これはもうこれ絶対大盛り上がりなはずで、私がミレゴンやった時は毎回これ大盛り上がりだったから、絶対大盛り上がりの曲いきますね。皆さん絶対盛り上がってくださいね盛り上がってください。
女になれますかでした。これはすごいね、ミレー公園でお弁当をね作る振り付けをやるとすぐみんなが嬉しそうにコメントトン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 すごくそれが嬉しくて毎回幸せでしたねありがとうございます。これ歌いたいんだった。これすごい好きな曲なんですけど、皆さんね知ってたら嬉しい。いきます。
ということでありがとうございました。皆さんここまでどうですか。イエーイ、めちゃ MC みたいになってる。ありがとうございます。あ、嬉しい、ありがとうございます。ハタもありがとうございます。あの曲前にたくさんね、曲前じゃない、曲の中でたくさんねギフトもくださって本当にありがとうございます。ということで皆さん次何がいいですか。楽しいですか。よかった、嬉しい、ありがとうございます。何がいいかな。次はいいクリスマス、やった、よかった、いい感じ、いいいい。おうほうほうほう、ココフラ歌わないと。そうや、ココフラね、いいね、ココフラにしようかな次。あーいい、あーいい、あーいい、わかりました、わかりました。あ、カンガルーそう最初に歌ったんですよ、そうなんですよ。じゃあ行きます。あれで皆さんお待ちかねの、歌えるかわかんないけど、でもあの歌詞大好きだからこれ歌いますね。でも皆さんからのリクエストも多かったので、誰かがいるだってクラクション鳴らす、想像しすぎる毎日でいつの間にかそう気づかないうちに耳を塞いでる、喧騒ばかりの世の中じゃないと君だってわかっているだろう、小鳥のさえずりや木々のざわめき聞きたくないのか、青空が見える、諦めてちゃ自分から変わろう、 Set me free、 見えない花を心に飾って、柔らかな気持ちを忘れないで、もし君の世界が汚れたって明日にはまっさらになる、悲しい雨に降られたとしても暖かな日差しを思い出そう、悪意のつぶてに傷つこうとも、君だけは毅然として美しく、oh, oh, 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 oh. 口ずさむよいつものラブソング、いつものラブソング、出てくるはず、微笑んでごらんよ、 Let it go、 誰にもそっと心を開いて、花びらの香りを届けようよ、意地悪な人も気づいてくれる、今ここに愛があること、綺麗事だと分かってはいても、試してみる価値あるじゃないか、戦うことない。
るって生きるって大変だけど、どういう生き方するか。生きるって生きるって素晴らしいよね。みんなを花になれ。見えない花を心に飾って、清らかな気持ちを忘れないで。もし君の世界が汚れたって、明日にはまっさらになる。悲しい雨に降られたとしても、暖かな日差しを思い出そう。悪意のつぶてに傷つこうとも、君だけは毅然として美しく。はい、ということで心にフラワーでした。ありがとうございます。いや本当に歌詞いいですよね。もう見えない花を心に飾って、清らかな気持ちを忘れないで。もし君の世界が汚れたって、明日にはまっさらになる。いい歌詞。なんか感想もいいですよね。生きるって生きるって大変だけど、素敵な曲ですよね。いい曲、ありがとうございます。じゃあ続いては、これすごくね、皆さんに背中を、皆さんに、違うな、背中を押してもらえる曲いきたいと思います。今日が終わる頃、眠り続けてる未来の鐘が鳴り響く時に
明日やりたいことを一つ心に決めて、僕の目標にできたならきっと何も迷ったりせずにまっすぐに歩いてゆける、その足跡焦る ですか皆さん。はい、あのぜひ、じゃあ次はちょっとコメント見て決めようかな。何かありますか。めちゃよかった、嬉しい、最高、ありがとうございます。そしてギフトもたくさんありがとうございます。うんうん、あいいね、あいい、あいい、あ、いい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 、ちょっとおやつにして、うん、人気だ、あ、人気人気、これも人気、あれも人気、おお。じゃあ今何個か見えたので、走る黄色の電車がスピードとしたら近づく駅、今日も君が乗ってくるだろうか、グレーのセイブでポニーテールの日はテストがあるんだよね、気合い入れるんだって噂で聞いた、少し離れ僕はそっとエールを送った、それは恋と呼べるような確かなものじゃなく、初めての自分でも戸惑ってる感情だ、こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった、ときめきなのか伝えた何か叫ぼう、ということでありがとうございました。センチメンタルトレインでした。この曲ちょっと今ですごいリクエスト多くて歌いました。すごいいい曲ですよね、この曲も。わかります、よし、ありがとうございます。ということで、うん、
嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。次何かありますか。センチメンタルはね今やったことないんです。そうなんですよ。あー、お意味入ってなかったかも。入ってたかな、入ってない気がするな。昨日はね調べてたんですよ全部。凍える前にとかめっちゃ歌いたかった。ない、凍える前には。反射的スルーめちゃくちゃ歌いたいですね。ないけど。え、反射的スルーってないか。あー、いいな。ない。悲しい。じゃあ、リクエストが多かったこの曲を歌います。She's there.